に比べて少ないという現状があります。山本さんお願いします。はい、他の国と比較してみたいと思います。まず感染者死亡者ともに世界最多となっているアメリカですね。感染者64万人、そして死者は3万人となっています。さらに医療崩壊が叫ばれていたイタリアであったり、今渋谷先生がいらっしゃるイギリスも感染者死者ともに満単位となっているんです。一方で日本を見てみますと、感染者9247人、そして死者203人となっているんですね。総理も先週の会見でも持ちこたえているという表現を使っていた。この死者数、感染者数は抑えられているということ、どのように評価されますか？はい、まず日本ではやはりクラスター対策をメインにしたので、検査を絞ってたんですね。ですから検査数が非常に少ないので、そこに現れている数字はまさに氷山の一角に過ぎないと思います。ここので現れている数字では感染者、実際の感染者数が把握できていないということですか？そうですね。それよりもおそらく10倍以上はいるんではないかというふうに思います。10倍以上、亡くなっている方はどうでしょうか？そうですね、亡くなっている方もおそらく肺炎に、で亡くなった方でも診断がついていないケースとか、あるいは感染爆発の初期なので、これから増えてくると思います。そうですか。じゃあ死者数もここには反映されていない、新型コロナウイルスによって亡くなった方ももしかしたらいらっしゃるということになるわけですか？そうですね、はい。